第52回全国大学ラグビーフットボール選手権大会は2015年11月22日から2016年1月10日にかけて開催された全国大学ラグビーフットボール選手権大会である。帝京大学が7連覇を達成し1月31日に開催される日本選手権の出場権を獲得した。優勝した帝京大学の選手たち。

チーム 1V チームにチーム 1V チームにチーム 1V チームにプール C チーム 1V チームに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  t チーム1 v チームにプール D チーム 1V チームにチーム 1V チームにチーム 1V チームチチーームム 1v に チーム 1V、チーム2、チーム 1V、チーム2準決勝東海大学対、明治大学決勝戦提供大学対、東海大学、チーム 1V、チーム2、チーム 1V、チーム2、チーム 1V、チーム2、第52回全国、大学ラグビーフットボール選手権大会、ファーストステージ出場校代表校決定戦の、お知らせ AB、第52回全国、 大学ラグビーフットボール選手権大会、セカンドステージ対戦カード決定のお知らせ。第52回全国、大学ラグビーフットボール選手権大会、法政大学セカンドステージ出場決定第52回全国、大学ラグビーフットボール選手権、大会2016.1、10。ありがとうございます。